たくさんの針か。おびえてる。そう、ちょっとね、そう。はい、え？不思議です。ハリケーデン、こんにちは、ビオハリケーンです。今日はですね、音楽家の石川さんにお越しいただいてますけども、ちょっと見るからに腕が痛いらしいですけども。はい。ちょっとピアノの弾きすぎで腱鞘炎になってしまいまして、こう長年っていう感じですかね、うん、そうですね、長年ピアノを弾く機会が多いので、うん、どうしてもこの負担がかかってきてしまうみたい でちょっと、まあ、最近弾きすぎてしまうことがあったので、はい、じゃあこれ鼻、うん、治療ですね、はい、ちょっと刺激的なのもあるかもしれないですけど、刺激ですかちょっと怖い。ちょっと怖いですか？大丈夫です。大丈夫でしょうか？明日からもう、すごい感じ。実は僕もこっち腱鞘炎なんですけどね。車上嵐にあってます。手首グッチになってます。まあ、この嵐ですちょっとそれ気になりますけど。気になりますね、今ちょっと、ね、手首の、ね、オーバーユースって言うんですけど、これだともう全然良くなりますね、はい。早速やってみたいと思います。はい、それでは、ゴー。今ちょっと動きで腱鞘炎ってことです、はい、どの辺が痛いかな。今この辺が結構痛む感じ。この辺ですね。そうですね。どの動きで痛いですか。なんかこっち向きに動かすと、もうズキッてこう来る感じですね、はい、こうはないでしょ。下はない。下は今のところ、あ、でもちょっとこの辺に来るかなって感じ、うん、ちなみに、はい、ですね、ちょっと小指を上げてもらっていいですか、ね、これで痛みなんですか。あ、こっちは、あ、ちょっとやっぱ痛いかな。こっちは、はい、これ大丈夫。うん、まあそう、こっちは大丈夫か。この辺大丈夫です。こっちがですね、こっち側ですかね、こっち側ですね、この、うん、大体の痛みが分かってきました、はい、針を触れてちょっと改善させてみたいんですけど、こっちですね、はい、こっちですか、はい、ですね、はい、こうちょっと軽く動かしてみてください。そうです。どういうことですか。意味わかんないですね。今上げれてますね。上げれてますね、はい、割とちゃんと若干いきます、ね、うん、動く感じですね、はいはい、なので針1本で1秒で改善するんですけど、まあ、これだとね、はい、何やってるのかわかんないと思いますけどこの治療をした上でちょっとやっていきたいと思います、はいはい、お願いします。ちょっとややちょっと攻めで今日は改善させたいと思います。攻めで、はい、ここに痛み出る感じですね。そうですね、うん、これはですね、はい、一番最初こう炎症を取るのには水素がいいんで、うん、水素を塗ります、はい、水素ですか、はい、へー、これですね、活性酸素が炎症を取るにすごくいいんですよ。へー、本当に捻挫したりとか、うちのおかみさん捻挫した時も塗ったんですけど、むちゃむちゃ良くなってます。水素塗る、はい、水素塗るがよく分かってないです。水素塗るですね、へー、水素ですね。これ溶解液なんですけど、ここにパウダーが、こっちで返してるんですけど、これがまたいいんですよね。春とかも白くなりますし、ね、すごい。僕もあのここで、ね、車上嵐になったところ、あんま深く言えないですけど、これどこにやっぱり炎症がですね、活性酸素バーって出てて、痛みをですね悪化させてるんで、ここに塗っていきます。で急には取れない。ここで今ここが炎症が取れてきてるんで、ここからですね、針を打つんですね、はい、結構違和感があるんですけど、ずっと痛、ね、あったんですけど、今、ちょっと軽くなった感じがしますね、うん、結構ね、塗るとすぐ軽くなるんですよ、これで、うんうん、これでちょっと7分ほどですね、お休みいただくんですね、はい、ありがとうございます。ここちゃんと、ね、空気と反応しちゃうんで、あ、空気、あ、なるほど、アルミでこう、あ、酸素と結合しないようにってことですね、はい、サーモンのボイル焼きちょっと、あ、サーモンちょっと私今見えないですけどサーモン状態に、サーモン状態、あ、なっちゃってますか。今ボイル焼き状態です、ね、はい、熱は加えてないです、ね、はい、はい、では7分経ちましたので、はい、少しですね、動かして手首出して軽いですね、はい、状態が良くなってる。ここから針です、はい、たくさんの針がありますけど、はい、はい、
酢酸の張りか。怯えてる。そうちょっとね、そう。大丈夫です。大丈夫かな。はい、うん、大丈夫ですか。うん、まあずしっと開きますね。ずしっと開きますけど、はい。1ミリも入ってないですけどね。これ大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫です。おお。やっぱり感じますね。あ、そうですね。繊細ですね。ほぼ入ってないですよ。え、そうなんですか。まあ、入ってないですけど。周辺がゾワッとしてる感じ、うん、針の周辺が、はい、おーゾワゾワで効いてる感すごい、はい、なんか不思議ですよね。すっごい初歩的な質問してもいいですか、はい、あの血管に刺さないから血が出ないってことです。もう血管はもちろん当たんないように当たんないように毛細血管にもうほとんど、うん、当たらないですね。まあ、できやすいエリアとかあるにはあるんですけど、避けてるんで。あ、大丈夫です。なんか早いですね先生。今怖くて見れないです。これは見ない方がいい。見れないです。なんですけどね、はい、はい、あ、こんな短くていいんですか時間、はい、なんかすごい長時間のイメージ、長時間のイメージ、あ、うーん、はい、ちょっと動かして、はい、あ、もうこれ針全部取っていただいた、はい、あ、動きますね、動きますね、動きますね、ストレスをかけてる、 ありがとうございます本当に、はい、すごい助かります、はい、ちょっとだけ長い針を、はい、ね、おー、長い針、これ見ない方がいいかもしれない、いやー見たくないです、見ますか、怖い怖い怖いです、はい、怖いですね、この炎症のところに入れます、うん、わっ、ちょっと今邪気を取りますよ、邪気、はい、お願いします、わかりました、はい、あ、動かして、あ、動かして、なんかこっちもね、なんか楽に、なんか全体的に楽になった感じですね。しかもどこに刺したのか全然わかんない。刺激が少ないと伺った気がしたんですけど、結構攻めて攻めていただいたような気がしますが、そうですね、はい、緊急な時は攻めるんですけど、基本的にあんまりこんな激しいしないですね。あ、そうなんですか、大体もう3本です、え、1本から3本です、1本から3本でいい、はい、え、今ちょっとさ、今なんか結構大量の針って、はい、結構あの、5本ぐらい入ってた1箇所に、はい、そうなんですか、はい、え、25本も本当は刺さなくても大丈夫です、なんですか、緊急の時に、ね、あ、即効性ある時、ま、はい、時々やったりするんですけど、そうなんですね、刺激苦手な方は、はい、あの一瞬で、あ、それはありがたいですね、そっちの方がいいですか、そっちの方が嬉しいです、ありがたいです、でですね、手首が痛いので足で直します、足、はい、バランス悪いですね、バランス悪いから足で取って、はい、手首痛いってことはちょっと、はい、この辺痛いです、ね、痛い、めっちゃ痛いです、めっちゃ痛いです、反応できる、はい、あ、めっちゃ痛い、はい、え、なんでだろう、これ痛いですね、あ、痛い、はい、痛いで、手首の反応が出てほしいな、はい、うん、はい、うん、あ、え、ちょっと手首動かしてみる、え、不思議です、はい、で、さらに、はい、こっちもあるんですけど、え、今右足ですよね、はい、さっき左足ですか、はい、あ、どういう、もういいです、あ、いやいやいや、もう全然全然楽です、全然楽ですか、うん、いや、ほんと、もう、そうそう、指揮者みたいにこうそうそう、動かしそうな、いや、結構私も悩、もうね、2週間ぐらいやってなかったんで、これでさっきの薬指をこう上げる、
こう上げてみてください。あ、いや全然大丈夫です。上がります、上がります。いいですね。うん。結構ちょっと手首こうストレスかけます。ちょっと上げてみてください。これでも大丈夫です。あ、大丈夫です。力入れられますね。OK です。足です。足です。足で取る。わけわからないです。わけわからないです。え、腱鞘炎を足の針で取るんですか。はい、そうなんです。うわ。例えばまあちょっとどうしても痛いなってサポーターの上でもいいんで、はい、こうね、十円と一円があるんですけど、これを貼るとですね、はい、結構楽なんです。え、十円と一円？手首の痛いところね、はい、痛いところって一円をどこでもいいです、うん、痛いところに貼って、はい、離れたところに十円を貼ります。これだけですね。え、どういうことですか。またまた不思議な、このこれでちょっと手首を動かしてみてください。もっと手首ギュッていっても大丈夫です、全然いけるじゃん。あ、全然いける。はい、痛くないですね。え、大丈夫ですけど、はい、え、怖いの、はい、お金ですか。あ、お金で11円11円でいくのに、楽ですね。楽ですよ、はい、で OK、すごい。あ、これはちょっと自宅でやります。自宅で貼ってくださ い、はい、いやもう、はい、これ教えたくなりますね。なんで足なんだ。不思議ですよね。不思議ですよ、本当に不思議。バランスって言われてもなんかしっくりこないですよね。しっくりこないですね。なんかあの、うん、キツネにつままれたような。あ、本当本当。いやでも嘘でしょ。いや、本当嘘でしょです。10年通ってる方からも、嘘でしょ、毎回。毎回10年受けてるけど、この治療は、嘘で聞くんだけど嘘でしょ。だから騙されてるけど。いや、本当に。なんか、いや、だって、数秒じゃないですか。ちょっと不思議ですよね。テーマちょっと終わりましたけど、昔、全然いきますね。うん。本当にね、2週間ぐらい治らなかったんで、はい、不思議不思議、はい、まあ、もちろん2週間の安静があるから治りが早かったっていうのもあると思いますけど、ね、これさっき怖がってますもんね、これぐらいで、ね、そうなんですよ、はい、なんかね、今ね、全然本当に楽ですね、うん、これ10円と1円払うだけですね。10円と1円貼るだけ、はい、ずっと貼っとけないよ、ね、いや、あれ、そう、貼っとけないですね。10円と1円でコンサートできないです。できないですよ。日本っていってグッズがあるんですけど、はい、1円の代わりに1円っぽい、ね、あ、ほんとだ。あれをピッて貼って、あ、こうやって、こんな手軽な感じで、はい、これで動き見てください。いや、より、ね、ほんとだ、こんなんですよ、結構聞いたりもする。もちろん、あの動画見てるからですね、この4つの位置がなかなか手に入らないとかいろいろありますから、別にですね、これ使ってくださいってわけじゃなくて、10円と1円で乗り切れますから、うんうん、はい、不思議ですね、これね。はい、そうです、本当ですか。どうですか、はい、大丈夫、もう普通に動かしてました、今。忘れてましたね、今。よかったです。もうこれでバリバリピアノが行きます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで、今日はここまでになります。大丈夫でした。チャンネル登録と高評価のよろしくお願いします。どんどんあるんですね、はい、これが1円でこれが10円の代わりってことですか。はい、そうです。へー、アルミと銅、アルミと銅で治るってどういった仕組みなんだろう。電位差があるので、はい、貼ると電子が動くんですよ。マイナスがプラスの銅なんで動くんですよ。よくと考えられてる。それでまあ電池みたいな、はい、ここに軽い微弱な電気が出て流れる。ハハハハ。